はい、私ナイナイレターズは日本伝統和楽器を使用したテクノやエレクトロを作る音楽家であり、音楽と映像で実験を試みる映像クリエイターです。こんにちは、ナイナイレターズです。今回は前回の続き、ゾヤボットの、FX の付け方についてご説明をさせていただきます。僕も最初は少し戸惑った部分でもあるので、ぜひ見ていただけたらなと思います。はい、では早速なんですけど、ご説明させていただきます。前回ご説明した通り、ゾーボットのですね、データをインストールすると、プラグインとしてはここにゾーボットのフォルダーが一つと FX でデモとかフッテージとかの映像が現れます。で、基本的に使うのはゾーボットのこの、こちらですね、プレイヤーの方は必ず使っていくことになります。で、まあこれはですね、今現状入れてるところにはなるんですけれども、その後ですね、今回 FX ですね、使うところなんですが、何個かですね、必ず必要になってくるものもあるんですけれども、今この下の方を見ていただくと、僕が今現状入れてるのはこの EX ラックですね。EX ラックっていうのがあるんですけれども、EX ラックっていうのは、いわゆる自分の動画を入れといて、A と B に振り分けができるっていう非常に便利なものですね。これは必ずつけた方がいいのかなと思います。で、あとはこちらですね。EX、こちらの方ですね。EX モニターですね。はい、こちらの EX モニターをつけていただきます。で、今回初めて、つけるところのエフェクトとしては、FX の中に入っているストレッチっていうのを使ってみようと思います。これはもう僕が今赤色でチェックしているのは、結構使う容量の多いものはここに入れています。で、ここから、プレイヤーと FX のシンクになってくるんですけれども、今隣にしました。で、今現状ですね、シンクをさせるために必要なものなどをご説明します。赤色になっていて、ここの部分ですね、プレイヤーの横にあるここが、この FX とシンクさせる部分になります。で、今ここに入れてるんですけども、ストレッチっていうのがここと今シンクしています。で、その前にここに表示がしないっていうパターンがあるので、ここのですね、ロゴのところを押してみます。そうすると自動的にですね、ここの方でシンクがされるかと思います。はい、で、シンクが完了すると、再生ボタンを押すとですね、今回の青色にこのボタンがなってシンクをしているっていう映像になります。まずはシンクしてないパターンから見ていただこうかなと思います。で、まずシンクをしてないパターンですね。ここのシンクは1回取ります。現状では FX がかかってない状態ですね。これで入れてみます。はい、では次はですね、シンクをさせたバージョンを見たいと思います。青色のボタンになるとシンクが完了になります。はい、今こちらがですね、シンクをしてるんですけども、ストレッチをですね、このようにですね、ストレッチが効いてるのがわかるかと思います。自動でやってみようと思います。ストレッチがですね、自由な感じで動いていただくのがわかるかと思います。ここがですね、今回は、これがプレイヤーで進行した方法について、進行させる方法ですね。あとも FX はですね、ここに何個もピックアップの部分がありますし、この下にもあるので、基本的にはここの6個ぐらいかな、使えるのは。で、FX のですね、ご自身で好きなのを入れていただいて見ていくっていう感じなんですけども、今回僕がよく使う FX のストレッチの一つであるこちらの、進行方法ですね、プレイヤーとの進行方法についてご説明させていただきました。それではまた。